吉谷の流儀第78条ですね。カスタム様のやるようです。はい、ポンコス。はい、今回のテーマはですね、就職はしろ、就職はしろと。はい、あれ吉谷さんとネットビジネスでパソコン1台で自由に、進めてるじゃないですかと。これね、就職した方がいいっすよまあバイトもいろいろした方がいいし、就職もした方がいいと思います。まあ僕自身もバイトもしたし、就職もできなかったけど、就職何社かしました。はい。10社ぐらい落ちて、で、1社受かって、で、その後も1社受かってみたいな。まあ、その話は今回割愛しておきますけども、なんでかっていうと、要は、社会が作った常識、世間が作った常識、まあ、レールあるじゃないですか。まあ、大学行ったら、まあ、高校、まあ、今は多分、ほとんどが高校行ったら大学に進む人が多いと思うんですけど、その後、じゃあ、大学の中で、多分、ほとんどが就活みんなし始めて、みんな就職活動を大学3年からするじゃないですか。うん。で、僕もですね、大学3年の時から、みんな周りがね、就職活動し始めて、もう僕一人だけ決まってなくて、大学4年生の2月か1月に決まったんですよ。やばいですよね。だから3月ぐらい卒業だと思うんですけど、1、2月に決まるっていうね。で、まあ、その、なんで就職しないといけないのか、まあ、バイトをいっぱいした方がいいのかっていうところなんですけど、その、まず作られたレールに乗ってみるっていう。まずはね、乗っかってみると。で、乗っかってみて、そこから考えるってことですね。まず一番最初から多分ね、まあごく一部の人はですよ、ごく一部の人は、どこにも就職せず、何のバイトもせずいきなり起業する人っているかもしれないですけど、本当にそれはわずかな人です。ほとんど、多分9割ぐらいは何かしらの経験をした上でそこで起業するなりなんかするっていう人がまあまあ多いかなと思うんですね。で、その一回作ったレールを体験しないと、自分のレールの筋道っていうか、なんだろうな、芯が決まらない部分があるんですよ。要は、こう2パターンあって、そのセンターピンを決める上で、自分のレールを作る上での軸ですよね。自分のレールを作る上での軸っていうのがあって、これがここを体験したからこそ、この軸がこうバシッと決まるっていうのがあるんですよ。だけどここをやってないと、ここがね、バシって決まらないパターンが多いですね。だから僕もいろんな方に教えてるんですけど、結局、まあ今、僕の方に来てるのが、結局ここのレールにいる人が来るんですよ。で、レールで、まあ普通に働いている。で、ここで疑問を感じる、自問自答する。で、実際に給料もらってみる、少ないとかね。あとは、まあ会社が、最初は良かったけど今のコロナの状況で、まあ、まずいとかね、いろんなその時代の変化によって会社の売り上げが、まあ、ずっとね、こう右肩上がりの会社ってほとんどないですから、まあ、大体会社の売り上げってこんな感じですから、まあ、株価とか、まあ、相場とかもこうじゃないですか。ずっとその株価が上がり続けるとかね、ソフトバンクも相当今年コロナのやつです、めちゃめちゃ赤字出してるんですよね。とか、まあ、あと航空会社とかもやばいですし、あとは旅行会社もやばいですし、もうほんと火の車だと思います。うん、だから何が起こるかわかんないですよ。うん。だからまあ、そういうのを体験してみるっていうのが人生において大事かなと思いますね。で、これを体験せずに自分でこうやるっていうのは結構ね、なんやろな、難しいんじゃないかなと思います。まあ一部の人はいけるかもしれないですよ。まあこれね、一回、腑に落ちたというか、これを言われて、ああそうだよねっていうふうに腑に落ちたことがあるんですけど、東京のどこだったかな、そのもんじゃが有名なとこ、なんだっけな。まあまあまあ、そう、東京にもんじゃが有名なその町があるんですよ。
まあ、そこで塾生のあやディさんっていう人がいてるんですけど、そのあやディさんともんじゃを食ってた時に、まあそれ喋ってたんですけど、吉谷さんとラーメン何が好きっすかみたいな、ラーメン何が好きっすかっつって、そうっすねみたいな、僕味噌ラーメンですかね、どちらかというと、なんで味噌になったんですかみたいな、僕一蘭も好きなんですよ。で、なんですかねみたいな。でそして、アヤディさんがね、こう言うわけですよ。吉田さん、その味噌ラーメンって、多分、いろんなラーメンのいろんな味を食ったから、味噌になったんですよね。比較対象があったりとか、いろいろ体験した、その味を食った中で、味噌ですよね、と。つまり、味噌を選ぶ、このセンターピン、味噌を選ぶためには、ここのいろんな味を体験したから、今があるんですよね。味噌があるんですよね、と。確かにそうですね、みたいな。確かにそうだな、みたいな。だからいろいろ体験してもうこれだなみたいな。うん。だから一つを決める上ではやっぱ比較対象があったりとか、なんだ、比べるものがなかったらいいし、比べるものがなかったら一つにがっちり決まんない。と僕は思います。だからまずはなんだレールに乗っかってみるっていうのが大事かなと思います。でいろんなその社会人経験ですよね。いろんなバイトしてみる。だ僕が一番最初はそのお金を稼ぐっていうところでは高校生の時か、高校生の時僕はインターハイ終わった時に、インターハイ終わってそこからもう引退みたいになったんですよね。部活あんま行かなくていいみたいな。でそこからまあ周りがバイトとかしてたんで僕もバイトしようっつってバイト始めたんですよ。で最初スーパーのレジですね。でスーパーのレジと、高校生の時スーパーのレジと焼肉屋のホールか、これやりました。体験しました。でもね、一番最初やっぱ僕覚えてますけど、人生で初めてその給料もらった時、お金稼い、こうもら、振り込まれた時に、うわぁ、めっちゃすげえみたいな。8万円ぐらい多分稼いだんですよ。給料もらえたんですね、高校生の時。一番最初。で、その友達誘って、その回転寿司行って、俺おごるぜみたいなね、やったんですけど、めちゃめちゃ嬉しかったですね。うん。だからそのバイトだったら、まあ就職できない人もいると思うんで、まあ今厳しいとかいろいろあるんで、バイトだったら割かしできると思うんですよ。どちらかというと仕切りは低いですよね。なんでいろんな業種やってみるっていうのは結構大事だと思います。やっぱりその、なんか、その経験が、生きるかなと思いますけどね、僕は。やっぱいろんな挫折だったりとかいろんなそこで仕事していく中で、あ、こういう仕事があるんだ、でも俺には合わねえなとか合うなとか、いやでも給料かとか、なんかその中でなんだろうな、どれだけ自問自答するかですね。大事なのは自分に問いかけるってことが大事です。自分に深くです。で深くこう問いかけていく、深く自分を深掘りしていくっていうのが大事ですね。で深掘りしていくと、まあ井戸の水みたいなのが出てくるので、じゃあその井戸の水、そこが中心となって、じゃあ自分はこうしたいみたいなね、あると思うんですよ。だからその一番最悪のパターンがこれですね。就職はする、バイトはするんだけども、なんとなくやっている、これがね多分最悪っすね。これはマジでね、これだったらやらない方がいいっすよ。やらない方がいいっていうか、なんかあんまり意味ないかなっていう。なんとなくやってる、なんとなくする、もうやるんだったらもう徹底的にやるっていう、やってみるっていう、でそこで深掘りする。だから確かね、ヒカルくんだった、ヒカルくんももともと情報商材屋だったんですけど、なんか工場の話、ヒカルくんがたまにその自分が成り上がったみたいな話でなんかたまにする動画があって、その動画でもなんか言ってたんですけど、工場で働いてたストーリーをね、言ってて、その俺工場でこれずっと働いてても、絶対給料上がんねえぞ、みたいな。で、そのなんか工場の先輩と揉めた話とかもなんかしてたような気がするんですけど、だそこで深掘りしてったわけですよね。このまま働いてて、俺はいいのかっていう深掘りをしてったっていう。だから結構その、うまくいってる人とか、なんか他の人と違う成果を出してる人って、多分自分自身を深掘りしてる人かなと思うんですよね。だから、一回レールに乗ってみて、そのレールを
深掘りする。その収益構造だ、光くんの場合だとその工場で働いてる給料の、算出をして深掘りをしてって、このままだと一生あの金持ちには絶対なれないなとみたいなね、なんか深掘りしてったみたいな、うん、だからそれが大事ですね。うん、でもほとんど結構なんかレールにガチャンってね、就職するバイトする、まあ他人が作ったレール、社会が作ったレールにこうガチャンってはまるじゃないですか。じゃあモロッコをイメージしてほしいんですけど、このレールがもう引かれてますよね。セブンイレブンというレールだったりとかね、ローソンというレールだったりとか、 A 社っていうレールがあって、そこにそのモロッコにガチャンって乗るわけですよ。そしてあのデデン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 みたいなね、デデ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 デみたいな、あのバックザフューチャーじゃないな、あのなんだあのモロッコのやつちょっと忘れましたけど、あの冒険のやつ、ちょっと映画の名前忘れたんですけどその動き出してね、こうずーっと行くみたいな。でその中でやっぱ自分でその負荷を考えてない、ただそのレールがこうなってるからそれでただこう行ってるみたいな、あこれはねきついっすね。うん、だからもし今あの多分働いてる人がほとんどだと思うんですよね。僕みたいな生活してる人が見てるとは思わないので、うん、まあ今やってる仕事とか将来のこととか今後のこととかをどんどん深掘りして考えて自分に問いかけるっていう、これブログでも書いたかな今日昨日、うん、自分に問いかけるってことをぜひやってみてください。自問自答するっていう、これね、僕ね、未だに自問自答してますからね。そりゃそうっすよね。本当にこの方向性でいいのかなっていう。毎回自問自答してますからね。いや、これでこのまま俺いいのかなとかね。このスタイルでいいのかなと。まあ、このスタイルで確かにやってるけど、このままでいいのかなっていう自問自答を繰り返してます。常に。多分その自問自答している、のが人より多いと思いますね。多分普通の一般のサラリーマンで働いてる人よりかは多分自問自答している時間が非常に長いかなと思います。直近で言うならば、あのまあ僕こういう動画撮ってるじゃないですか、ノー編集で。で、あのまた新しい商品ではないですけど、また商品売るんですけど、その時にどういうふうにやろうかなと思って、またノー編集でね、まあこういう動画で行くのか、それとも違う形の見せ方でいくのか、いろいろ考えた結果、あ、今回はちょっとプレゼンテーション作ってやってみようっつって、今プレゼンテーション作ってやってるんですよ。そう。超めんどくさいんですよ。本当にやりたくないし、やりたくないんだけど、プレゼンテーション作るのね、めんどくさいし、あの、時間めっちゃかかるんですよ。しかもなんか、やりづらいんですよね。台本っていうか、原稿がそれを読み上げるみたいな。うん。だけど、やってみるっていうね。だからまあ毎回自問自答してます。でいろいろやってみるっていう。自問自答していろいろやってみるって、いろいろチャレンジしてみる、いろいろテストしてみるって感じですかね。で、自分の中心っていうのは何なのかっていうのをやっぱなんか人間ってブレるし迷うし悩むし、だけどその迷いとかブレとかを修正するためには、ぶらさないようにというよりかは、わざとぶらす、わざとレールを外れてみるっていうことをやることによって、あ、本当に大切なことはここなんじゃないかっていうのが見えてくるんじゃないかなと。まあほとんどの人ってなんかぶれないようにとか、こうしないといけないとか、なんか多分そうだと思うんですよ。でも、果たしてそれでいいのかなっていう、わかります？で、じゃあこっち行ってみようと、こっち行ってみようっていうことを繰り返すことによって、やっぱこうだよねみたいな、やっぱこうだっていう、ここが強くなってくると思います。うん。だ、例えばさ、あの先ほどその味噌ラーメンの味の話しましたけど、いや俺は味噌ラーメンめっちゃ好きやねんと思ってるけども、やっぱちょっと違うのを食いたいじゃないですか。で食ってみる、いやで食ってみた時に、あ、やっぱり俺味噌やと、わかります？あれ でもちょっと待てよと、待てよと、あれ俺やっぱ豚骨一蘭の方がいいかもしれないと。でも一蘭食ってて、あ、やっぱでも味噌食いたいな、でその一蘭をずっと食っててからの味噌食うと、やっぱり味噌やなみたいな、やっぱ日本人やっぱこの味噌だよねみたいなとかね、その
なんかその時は気づかなかったんだけど、こっちやってこっちやると、なんか気づけなかったことに気づくというかね、やっぱりここだよねとか、あれやっぱ味噌うめえなとか、なんかね、そのわざとぶらしてみるとかね、まずわざと外れてみると、例えば自分は起業したいんだけど、自分のセンターピンは絶対起業するっていうことを決めてるんだけれども、とりあえず社会が作ったレール、ここの会社の作った組織を見てみようみたいなね、ここの会社はどうやって売り上げ上げてんのかっていうのを見てみようみたいなね、俺はもう起業することは決めてるんだけども、ネットビジネスやることは決めてるんだけれども、じゃあここの会社はどうやってそのマネジメントしてるのか、売り上げ上げてるのか、組織はどうなのか、働く人はどういう考え方で働いてるのかっていうのを見てみようみたいな、あ、やっぱりちゃうなみたいなね、なんかそうやっていくと、かなりここのなんかレールっていうのがブレなくなってくると思いますね。やっぱり僕の経験の中で一番大きかったのが、やっぱりその会社に入って、ネットビジネスの会社で十何年やったっていうんで、社長まで行った、まあ、サポートスタッフのね、一番下っ端からやっぱ社長になったっていう、この経験がやっぱ今のこのセンターピンを作る上での大きなそのファクターになってるんですよ。もしあれがなかったら、この圧倒的なそのピンっていうところは多分なかったんじゃないかなと。軸っていうのは、自分軸っていうのは、そのそこで作られ、そこがあるからここかなっていう。だからまあいろいろ経験して深掘りしていくっていうことをやってみてください。だから一番最悪が、日々何も考えず自分に問いかけていない、自分に問いかけない一日がある。これ多分ね、自分に問いかけない一日がある人多いと思うんですよ。僕毎日問いかけてるんで。動画も撮ってますんで、まあ自分にこの独り言言ってるようなもんなんですけど、やっぱ自分に問いかける、自分の人生ですから、自分に問いかけてみるっていうのは非常に大切かなと思います。はい、では今日はこれで終わります。ありがとうございます。